どうも、つぶです。今日はですね、オリックスの西村監督が辞任したというニュースでね、お話ししたいと思います。まず僕は、横浜ベイスターズファンで、パリーグとかオリックスのことをね、あまりわからないので、そこはご注意ください。ただ僕がね、オリックスの監督について思うことがね、結構前からありまして、オリックスって地味じゃないですか。これ横浜ファンとしては共感できる部分が多くて、弱いし、あんま目立ってないし。だから、横浜で言うとね、中畑さんっていう、外部から呼びましてね、話題性のある人。だからオリックスも、横浜と同じように、伝統にこだわなくていいチームだと思うんで、弱いんでね。もう外部からビッグネームの人を、話題性のある人を呼んだ方がいいんじゃないかなって。ものすごいね、お前に何がね、オリックスの何が分かるんだって感じの意見ですけど、僕はそう思いますね。例えば、中畑さんじゃないですけど、古田とかね、もう外部で、もうこの人監督ってのもったいないなっていう人多いじゃないですか。そういう人を呼んだ方がいいんじゃないかなって僕は思います。まずはね、話題性から言った方がいいんじゃないかなって思います。あと一つ、OB でね、縛るなら、僕は個人的には、タクシソウがね、すごい好きなんでね、もう、ジェントルマンな感じで、かっこよくて、紳士的でね、メジャーリーガーも経験されてますからね、OB でもね、素晴らしい選手多いですからね、タクシさんでも僕はいいのかなと思うんですけど、だから来年のね、監督、また僕はオリックス楽しみに、見ております。